はい、始まりました信長の野望創造実況黒田官兵衛編。今回もあとは伊達の一派を潰していくだけですね。とりあえず最初に大回戦はどうしよう、こっちかな。先こっちで見えへんよ。1万対9000微妙。こっち3万1000対2万、こっちやな。先これ来た、夜襲に成功してる。これ熱いな。承知しました。射撃混乱、攻撃弱体化、これすごいな。かしこまりました。そうすか、承知いたしました。こいつかしこまりました。潰しに行って、あ、こっちにもまだ舞台あった。やわらかしかのスケボーだ。とりあえずこっち先生か、行きましょう。通知なさい、一気に、これで一気に潰していこう。さらによし、さらにもう一発強化していて、フランスに強化してる間に、こっちは三日月で、よし、これで取り囲んで一気に攻撃と。よっしゃ、よし、フルボッコやな、これフルボッコやな、圧倒的勝利や。ああ、はい、敵を捕らえたり、これで6000、7000、こいつは後ろか回った方がいいな。こっちが次微妙な状態になってるの。こっちも一発潰すだけ潰しとくか。秀吉と攻撃中の効果、軟戦強化、さっさなりまさか強いのは。どうやら終わんな。でもお、東堂高虎燃えとる。一気に決めるか。勇者が死んだ。よし、表情を始めます、報告いたします。武田が帰っていたな。海賊軍団編成やら決定で、ここ入れて、こっちも入れといた方がいいかも。長政が出えへんからな。よし、海賊移動やな。
ここにまず地上ほここにもサラダよし。でやろう。サラダを入れて、ここも。だまあ勝手に移すと思うんやけどな。遅いねんな移すんが。まあ、強いな。まあ、適当にやりよるかな。よし。攻略編成本拠解散攻略か攻略かな。上司と部将の移動を許可してるからな。よしもう一回行こうか。逃げろ。逃げ切れへんか。潰されたか。よし。こいつそんな強くないか。強いな。よし。マジってんな。あいつぶさに勝ったら突撃するか。一気に潰せ。よし3000と戦うぐらいやったんで、ここで無理して潰しとこう。よしここまたさらに8000来るか。なんか戦いになってる。よし、もう一回。ついてこい。一
万二千、六千。この三体でまず。効果。六千。また微妙やな。東に伝わります。強化しておいて、射撃強化まだちょっと置いとくか。敵が多いからな。うわー、いいとこで撃ちようになってるか。高橋がやばい、めっちゃ強い。ちょっと待って。わあ、相手のやつが全然仲間ならへんな。強化された。とりあえず削るか。高橋突っ込むか。使い捨てや。これで最後に。よし、行け。削れ削れ。やばい。
落ちる落ちる。うわ、高橋がやられた。でもこれでもう虫抜きや。よし、高橋大活躍やな。こっちはなんか戦っとる。ずらーっとなってんな。ガモン帰らせるか。ソカも帰らせるか。あ、ソカはこっち攻めさせるか。通過して。鈴木も。承知。山中鹿之助もこっち進みさせるかな。通過して、こっちは7戦隊勝てへんな。出るとするか、出陣します。戦わせとくか。こいつは無視して、そうか、山中鹿之助、続きなさい、お任せください。助かります。こちらにできねえよ。片目宗教か。ゼウスケがいいのか。もう突撃してきたよな。まずレビューとか来たか。よし、落ちるか。よし、うわ、潰れたか。我が策、戦場を制す。ちょっと待って待って。勝てへんな、これ。竜造寺返して。一旦帰ってのこっちか。こうしてみようかな。秀吉もろもろがやられたから。大引くか。囲め。敵が我が領内に向かっております。911、こいつら返すか。よし、突破したな。出陣するぞ。お味方打ち死に。うわ、打ち死にしたか。うわ、本願寺が死んだ。剣女が行状を始めます。報告いたします。収支をご確認ください。報告いたします。そろそろ第一次の関東征伐隊も終わりかな。この辺が限界やな。うわー、微妙。うわ、北までかなりあんな。よし、今回ここまでにしようか。今回はこれにて終了。次回も東北攻めですね。もう関東は制圧して、北関東から東北にかけての攻撃進めていきたいと思います。北は北で頑張っとるな。よし、以上終わります。